日本一、いや世界一無人島が似合う男やってきました。 ST スタジオ正義どうも漁師行くでしょ。タイバスよ、マグロマグロ。あ、この時期何が釣れるんですか。マグロ。めっちゃテンション上がるんですけど、暴言って感じが半端じゃない。暴言だよ、ほんとほんと。早い早い。えー、待って、クソ楽しいんだけど。これ楽しくね。これやばいね。景色見てみ、ちょ、タイバス乗って。めちゃくちゃかっこいいよ、この景色。うわこの映像。あ、すげえ。パノラマで海や。やばい、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 やばい。あれやろ、あれか。俺らの家がもう用意されてるぞ。おお、あれや、あれか。いや、俺もう楽しみでしかないわ。やばいね。こわしらのテントちゃうんかい。これテントちゃうん。おい、やばいって。おい、やばいって、これやばいって、これ。やばい、やばい、入れ、やろうども入れ、やろうども入れ。行こうぜ。探索、やっぱ探索ですからね、無人島といえば。水10秒で飲みます。はーい。どういうチャレンジ。どんなチャレンジやね。バーもうめちゃめちゃや。水3秒で飲みます。はい、はい、ありがとうございます。イヤベー、タイバス大キュリンジョバン、無人島にやってまいりました。88今日から俺の住む場所だぜ。なんとですね、人生は冒険だと、地図はないっていう名言がね、あるんですね。最近ね、ありとあらゆる海外行きました。人生冒険だなと、より深く感じまして、今回なんと、貸し切れる無人島探しまして。貸し切れる無人島、貸し切りました、ここ全部。やばい、これ貸し切ったの。やばくないこれ。無人島共同生活っていうのね、企画としてやっていこうかなと。おー、いいね。ここは一緒に住んでるとして、僕は一緒に住んでないので、うん、まあそうだね、そうだね。あー、確かにね。普段ね、一緒にゴミくずたちと一緒に生活できるかと。やめろ、ゴミくず。いやいや、もうできるでしょ。若干ランクアップして、ゴミくずよりちょっとがいい。消しカスにして。じゃあ、人間二人と消しカスということで。じゃあ、ふざけんな。まあ、今回は旅仲間のエビジットジャックのマンペイさんともう一人の相方さんも来てるんで。おー、出た。来てるみたいというか、まあ、一緒に行こうってなって、はい、山奥は結構ホラーナイトチックになってるみたいなので。え、嘘。こちらのホラーナイトイン無人島バージョンもお届けしようかな。何よ。2日間お楽しみに。楽しみ、お楽しみに。そしてあの、うんこに挨拶しに行こう。あ、そう。ああ、久しぶりや。おお、久々や。ああ、そう、社長、いつもあるだよ。社長、おお、ダーボー、久しぶりやんけ。ああ、そうそうそう。エビジャックの凌介です。はじめまして。はじめまして。ダーボー、ダーボーさんっすね。ああ、ダーボーって言います。おかしい、おかしい。おかしい、俺への対応と凌介の対応、全然違うからよ。とりあえず、カジノ行きましょう。カジノはない。ここマカオじゃない。遊びは、もう俺らと今日バーベキューするだけ。野生じゃん。したくないから帰ろう。おい、はい、はい、はい。マン君って言ってたよね。マン君って。まあ、マン君でもいいよ。あー、喧嘩売られたし、謝ろう。マンペイさん、今日あれっすか、ね、肉になってくれません。なるよ、もちろんそのつもりで今日来たから。1週間前からめっちゃ吉野家食って。スペアリブになってくれるんですか。いいよいいよ。じゃあ包丁持ってきて。お前、エビリコだよ。え、お前先でよ。いや、先に切るよ。やめろ、やめろ。次、ターボードが来た方がいいんじゃない。お、いいんすか。もちろん。いいんすか、つけて。お、うわ。え、これどうやってつけるの。自力自力自力。やっぱコロナより火を起きたす方法ったらやっぱ摩擦っすから。何言ってるか分からん。何言ってるか全く分からんかった。北センチネル島の人ですか。俺とマンベイさんだったらまあ本気出せばこんな覇気でパチッつく。こらこらこら、はい、用具使うなそれ。覇気、覇気じゃねえよそれ。波の音気持ちよすぎん。半端ない。やばいね、波波の音。見て見て、気持ちよすぎん。これ開けたらすごいわこの景色。音が気持ちいい。おい、正義いなくなったぞ。おい、正義。ちょ、ほんまどこ正義。おい、正義マジどこ。バーン。ハンモックいるんか。でっかい赤ちゃん揺らしてまーす。見てください。ブーランコ、ブーランコ。これどうなってんの下。こうやって喋ってる間も正義揺れてるからね。絶対怖い。めちゃめちゃシュールなんだけど。
じゃあ、乾杯。チャンネル登録ほんまやろ。早い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 。これはないっすよ。チャンネル登録やるんだ。はい、乾杯。お疲れ様です。いただきます。はーい。いや、ガブコンか。うわ、何も喋れてる。羨ましいんだよ。何の肉っすか、これ。俺のふくらはぎ。相方募集した方がいいっすよ。てか、お前なんで半袖なんだよ、お前。いやいやいや。寒いだろ。タコさん、僕は、半袖だと絞り守れてるからいいの。いただきます。いや、いや、いや。いただきます。やべえ、マジ幽霊みたいな。どうすか。うまい。うまい。さあ行っちゃってくださいよ。やばいよこのデカさ。俺の顔よりデカい。ほら。口臭。口臭ってやめろ。ね。でもね、肉臭いんじゃない。僕がやりますよ。お前が肉でしょ。じゃあとりあえず右手からで。右手からで。右手からで。バカかお前は。本当に。この肉どういう絡み。どういう絡み。どういう絡み。カメラ向けられて。待て待て。やばお前ケバブ屋じゃねえか。やばすぎ。ガチのケバブ屋じゃねえか。ケバブ屋すぎる。お兄ちゃんいらず。ケバブいらず。いろいろ。ケバブいろ。いろ。ああ大丈夫。美味しいよ美味しいよ。美味しいよケバブほら。美味しいケバブ飲ますか。飲みますか。乾杯。いやー、無人島マジみんなに経験してほしいわ。ほんとそれですよ、マジで経験できる。スケール変わる。ワンランク上いきます。これからもいろいろかましていきましょう。かまそう。えい、乾杯。スイスタジオ、ヒエヒエ助けて。一緒に寝てくれるって言ったよ。言ってないですやん。言ったやん。ゲイなんすか。そうやで。そうやで。これちゃんと嘘ですよってちゃんとテロップ入れといてな。ゲイです。うわ、やばいこれ。変な使われ方するやつ。やばい、ここ全部勝ったよ。やばい、違いますよ、全然違います。はい、ということで、はい、夜中1時撮影後のバーベキュー第2陣目です。イエーイ。やばいっすね。最高やん。ふぅーですよ、これ。うわ、もう1回目よりふぅーやん。やっちゃってくださいよ、もう。ふぅー、甘いな。甘い甘い。声変わるっすもん、勝てるやん。やってみよう。ふぅー。全然弱いわ。無人島ですから、うん、もっと声張ってかないと。ふぅいただきまーす。俺のボケ。今回はマジでこう無人島でみんなで集まれて、はい、俺は嬉しい。俺は嬉しい。俺も嬉しい。Me too。 乾杯で締めましょうか。はい、ありがとうございます。無人島万歳。なんかまだ出してないらしいですけど、なんかあれっすね、熱く語り合ってたら出すらしい。いいねそれ。マカオで僕とセギ君が熱く語り合ってた。全部カットなんで大丈夫。おい。おはようございます。おはようございます。綺麗すぎ。もう朝からもう気持ちよすぎる。おーい、何してんの。いや、風が気持ちよくてね。あー、まあね、わかるよそれは。昨日の夜も一人でなんか本当になんか一人で風を感じててめちゃくちゃ気持ちいいというか、そういうのってなんか寒いじゃん、やってることできる。まあそうだね。そう、普通にやってたら寒いんだけど、ここでやると心が洗われるというか。ああ、この目の前に海を見てさ、あ、めっちゃなんかモチベが上がるというか。今俺の一番影響を受けたディズニーのジュビレーションっていうパレードを聞いてたんだけど、本当にまた夢の上限が結構3段階ぐらい上がったから。おー、うちのウォルトさんもまあ、腐るほどいろんな経験してきたと思うから、そうなるとやっぱなんかこのやったことないことやるっていうのはすごいでかいのかな。死ぬほどいろんな経験しないとあんな神みたいな世界作れないだろうから。ほんとこんな風が気持ちいいって感じなくない。思わないよ。やばいよね。もう純粋に風が気持ちいいよ。ここにずっといたいもん。いや、だからなんか改めてみんなでもっと幸せになりたいなと思ったし、応援してくれてるみんなの人もいろんな形でね、恩返しできればなと。素晴らしい経験でしたわ。ということでみんなも夢叶えていこうぜ。ああ、もう出発してしまう。寂しいです。バイバイ無人島。バイバイ。バイバイ。また来たいわ。また来るわ。バイバイ。わー、この景色やばいな。やばいよね。やばいよね。
いつらはね、東京に向かってね、ヒッチハイク中ですか、ヒッチハイク中ですか。普通に帰れると思うじゃん。ヒッチハイクで帰ってもらいます。もう最悪じゃん。ヒッチハイク、やばいな、始まる。好きになって